you
収集のつかない仕事じゃないといいが。影のカラスが勇者を求めている。陣営のごとく、はぁ、武器を捨てろ。法の裁きを受けてこい。耐えられるか。投降しろ。昼夜を切り裂きなさい。これまで私は何かをやるとけれど、一緒に仕事をしていた人たち、それで少しずつは。あんたはここで休んでてくれ。私は回っ、ところで大事な物資は身につけてるか。ん、私と一緒。異世界より訪れし旅人よ。ただし、危険なフィナーレは。少し休むのか。この先、何、武器のメンテナンスは私に任せて。
在の名において夜の権限。ふっ、絹のような弱さね。欲張れ、おとなしくしな。降参しなさい。無駄な努力をやめたら。手伝って。やっ、ファッションは私が定義する。姿を見せよ、オズ。邪魔をするな。やっ、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。諦めなさい、その命いただいたわ。紅に染まって散りなさい。やっ、次。おとなしくしな、しっかり立ってな。さようなら、無駄な努力を。反骨精神を持った姫に関する物語が読みたいんだ。邪魔なスカートを脱いで馬術や剣術を覚えたり、それか薬学を身につけたりするような姫のな。自由に生きて、悪党が来たら自ら相手を追い払い、いっそ自分で書くか。枕は必要？布、何かかけるものが欲しいならちょうどいいやわ。大丈夫？じゃあ先にお昼寝するね。出発するときは呼んでちょうだい。ふん、ここを行き来する者どもは、私がこの時空に足を踏む臣民たちよ。文人の墨と筆も人々の暮らしも、でも今の私には巨万の富がある。あなたの招待でここへ来てから新しい答えが見つかったの。子供たちに無償で図書館を開放。本当に俺を呼んだのか？
女盤石。やるか。はっ。いけ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。よっ。はあ、食いしばれよ。天理チョーク。岩山八九。じゃあ行くよ。どよめく神力。急がないと。ほっほっ。よっ。瞬く間に。ふっふっ。手加減なしだぜ。よっ。陣営のごとく。ふん。逃がさない。難攻不落。瞬く間に。長机に茶器まで用意してくれているとはな。人数が揃えば茶会でも開けそうだ。どうだ、茶を飲みながら話をするのも久々だな。敵がどんどん強くなって波風の立たない環境にいても、今日こそ あんたはここで休んでてくれ。ところで、うん？さっきこの辺を探してみたけど、ウォーベンみたいなものは全然なくて、これじゃ使えそうな情報は見つからないかも。はあ、いっそのこと。
しなさい。やっばれ。諦めなさい。無駄な努力をやめたよ。ラグサのリンク、その命いただいたわ。地雷出発じゃ。みんなは俺が守る。降参しなさい。おとなしくしな。妖艶のチャーン。冷たくサクサク痛いな。おい、取るに足らないわ。ラグサのリンさようなら。無駄な努力。いや、邪魔をするな。全力攻撃だ。くらえ。取るに足らないわ。無駄な努力をやめたら、と降参しなさい。あなたが自分から私に、でも秘境の奥深く賭け事においてもすべてを掌握できる親になれるなら、急いでるわけじゃない。猫が眠ればネズミは跳ねる。猫が起きればネズミは食われる。あなたにもともと属す。出てくる魔物がますま…でも魔物たちが俺に…厄介な敵なら誘いを受けてここまで。舞台上と舞台裏…山の地。
私は勝敗のこだわりがつだが、事実はその逆だ。挑戦する勇気が実力は。このまま奥に進んでいったら何が待ってるんだろう。大丈夫、始めたからには最後までやり抜かなくちゃ。それに私の古名はウッサビーキなんだから、あなたの足を引っ張るわけにはいかないよ。さあ、引き続き進もう。できれば空いた時間に同じ部屋に長くいる。俺のことは心配していないさ。さっきこの辺を探し、これじゃあ、
ここにある本ってなら急いでもっとたくさん読まなくちゃ。面白い話を覚えてポア村長の子供たちに聞かせてあげたいの。ここに童話も置いてあるけど中には子供向けじゃないのもあるみたい。作者は多分とても面白い大人なんでしょうね。少し休むの。この先武器のメンテ。急いでるわけじゃない。猫が眠れ。あなたにもとも。ここの内装は悪くないわね。でも私、仕事に何かあったら。嬉しい。あ、いえ。完全に終えるま、しばし休める時が来たのだろうかと。私と一緒にしばらく瞑想。ここは喧騒から隔絶されていて、本当は休憩時間を使って、ふん、リラックス。
掃除しなければなりませんね。カーペットも洗って他のものに変えて、あなたはゆっくり。え、無理。戦いの途中で休む機会が与えられたが、あなたのペースに何はともあれ。何か手を焼くことでもあったと見える。任せてください。創生の術キャッツ。やっ。せい。やっ。いたよ。到達せい。ふっ。ふっ。ふっ。さ、やっ。さっき。騎士の風格に気をつけます。綺麗にしませんと。権限と異形を見届ける。はと、せい。凡庸だね。落ちる。貫こう。ちょ、疑似妖怪。捕まえた。Thank you.
程度の低い相手ばかりだ。だが油断は手に負えない相手に遭遇したらすぐ下がる。厄介な戦いはまだ。私の場合いっそ。この秘境は隅々まで探索、それぞれの脅威を評価し、なら行こう。お掃除完了です。食器もすべて洗い、もしお時間があれば。お望みのままに。
にせんといて。ここ全然退屈せえへんし、おもろいとこ全部覚えといて。せやせや。ここにある本。事実は小説よりきなりなんだけど、気になるの？山に虎が潜んでいることを心配ご無用。この道主がついているんだから、そんじゃ行くよ。床を掃除しなければ。あなたはゆっ、え、実りの多い協力関係になることを祈ってる。逃げ道はありません。戦いに捧げよう。ああ、返事も無理できねえのか。
無我の境地。みんながそばにいてくれるわ。